はいどうも、スルガプライドです。3月8日の午前3時を回ったところです。ガチャの方リセットされたのでダブルリトライ行きたいと思います。昨日あんな結果で終わったんで今日こそはという思いが強いです。やっぱり狙いはエスパルスのグレード85以上です。1球目赤玉、昨日と一緒ですね。あんま伸び良くないですね。ルトラ選手来ました。伸びは良くなくって、一番いい選手でもグレード81の POTM ヘニキ選手、リトライです。この一撃にかけて虹を蹴れました。岩崎選手、豊島選手、矢島選手、島田選手、増田選手、ここまで伸びはあんま良くないですね。奥野選手、竹岡選手、七地選手、田中達也選手、平選手、セルジーノ選手、グレード91のセルジーノ選手、ちょっと魅力的ですけど、エスパルスじゃないんでリトライ行きたいと思います。ここまでは流れは昨日と一緒ですね。でもリトライ行きたいと思います。運命をボールに託して、全く一緒です。赤玉蹴りました。野田選手、柴戸海選手、藤井選手、藤本選手、全然伸びてません。浦田選手、畑尾選手、ここまで昨日より圧倒的にひどいです。田向選手、マテウス選手、ひどすぎます。赤嶺選手、ヤンオレ・ジーバース選手、昨日よりはちょっとマシになりましたけどひどいですね。2回目でやめとけということなんでしょうか。ダブルリトライ、ちょっと2日連続でこの結果きついですね。ただ明日もバーボの数によってはチャレンジしたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。